そのあたり正常の警察を過ぎて今ここどのあたりなんでしょう。第三景品に入ります。多摩川だとブラックラムズの本拠地か。だね、シューマイ。見えてきたー。で、ここ右に行きます。わー、海の匂い。うん、1階目そこだっけ。あっちじゃない？いつもあのほら止まってるじゃん。うん、止められそう。あ、ここ止められない。降ります。着きました。三崎市三崎水産物地方卸売市場魚市場食堂です。そしてここ七海さんで生しらす食べられます。今日あるかわかんないけど、久しぶりの魚市場食堂です。
いたんだね、きっとね。言い間違え。うん、94番また言ってる。食べるぞ。ね、なんかあそこいっぱいいるの、あれ船いっぱいおるのは。ケトラの上にいるのは何だろう、ウミネコか。なんか黒っぽい。カラスはいないよね多分ね。でもこの辺住んでる人たちなんてみんなサーファーなんだろうね。
車が来て、ちょうどタイミング良かったなと思います。じゃあこれから、なんと埼玉県は川口の方に向かって走っていきたいと思います。どのぐらいかかりますか？1時間で行けちゃうの？1時間16分有料道路で、富津竹岡インターから乗ります。木更津の方か、アクアラインの方、立山行ったらあっち、なんだ、房総半島とかあっちの方行っちゃうってこと？まあそっちはそっちでいいけどね。また今度だね。させるの？千葉市原って出てきたよ、左に。そっち行くんじゃないの？鴨川行ったら海の方行っちゃうもん。あったけど、なんかここずっと工業地帯だよ。すごいね。だって化学工場みたいな感じだよ。住友化学とかさっきあったし。そうなの？東京まで61キロもあんの？道だね。
うん、あもうここ海に繋がってんだね。水門がある。富士山市とかあるよ。造船所だって。そこ伊豆山造船所あるんだね。造船所。なんか面白い。こんな感じ。ユニバースね、イエローハットもある。この並びにあるのかな。あ、そうなの。知らない、知らなかった。イエローハットと二輪車同じ会社です。どっから入るんや。そこだ。今車が曲がろうとしてるとこじゃん。曲がっちゃうよ。待って。置く場所ある？さあ。あ、向こうになんか止めてんね。たほうがいい。降りるよ。わあ、着いた。着きましたね。着きましたよ。沢村製麺所、麺専門工房、武蔵野うどん沢村。はい、高架下にある、沢村うどん食べてきました。私は薬膳カレーをいただきましたが、とても美味しかったです。福ちゃんがきのこ汁うどん大盛りで、まっさんが盛りうどんにかけうどん、そして、替え玉でダミを3つ。なのでマッサンは1キロぐらい食べてます。福ちゃんが700 800ちょっとか、800ちょっと食べております。私も400ぐらい食べてます。いやー、美味しかったけど食べ過ぎました。なかなかうどんだけで食べたんですけど美味しかったです。塩気が結構強めだったような気がする。またね、この近くに来た時には食べに来てもいいなと思いました。まあ毎日は来れないもんね、遠すぎて。はい、じゃあ、これで今日の、プランは全て遂行いたしまして、これからお家に向かって帰ります。はい、止まれー。